売った。二度も売った。あれ、そう、寝ます。ウーバー。今日ちょっとウーバー頼みます。今夜のね、10時ぐらいかな。ちょっと外出るのだるいということで。はい。ウーバー頼みましょう。さあ、早速。マック、ピザ、ピザ、ケンタッキー、チキン、ピザ。ハンバーガー。なんかハンバーガー系が多いですね。チキン、チャイナ、デザートもあるわ。何これ、ワッフル、クッキー、夜の12時までやってます。ウェンディーズは、夜の11時まで開いてる。すごいね。結構やってるわ。そんなもんなんかね、日本のウーバーも。わかんないけど。このピザは1時までやってる。へぇ、すごいわ。まあ、普通にピザにしようかな。これでいいやん。マルゲリータ好きやから、これにしよう。サイズ。なんかチューズユアピザクリストチリストシンっていうのは多分あれよね、薄いっていう意味よね。何クリストチーズにしよう。何これベース、まあ、バーベキューでいいかな。エクストラトッピング、トッピングもできると、まあいいかな。マジでそんな金ないし。£17.95。あ、なんか割引されてるわ。割引されてるんやったら買おう。本来はだからほらこれよね、£39.90か£21.95だっけ。安っ、半額じゃん。なデリバリーは、あ、ただ送料ただだ。でこれで頼もう。なんと We have updated our チーカー、とりあえず OK。 あ、今作ってくれてると。10時45分に着く。早っ。違うな、25分から45分に着く。全然早いじゃん。楽しいですね。なんかどうやらアルコールとかもデリバリーしてるんですよね。ほら、シャンパンとかマグナムトニックワイン、バカルディ。ほら、こういうのもデリバリーしてるっぽいですね。すぐなのそれ。わからん。日本でもあんまりしたことないわ、そういえば。ということで待ちます。なんか全部配合がちょうどいいから、チートデーじゃなくても全然食える。これがいいのよ、このディップが。これがうまい、ジャンキー。このクオリティが自宅で食べれるってなったら20ポンド全然安いです。ちょっと向こうか。このね、パン生地もなる、パン生地というかこのピザのね生地も結構パサパサしてるやつとしてないやつがあるんですけど、これはパサパサしないやつですね。ワンピースの最後の一口まで食べてる。これがうまい。なんかそのワンピースで言うと今なんか結構物語の最終局面っていうか一番面白い時期なんで見た方がいいですね。ピンクのカッパ、うまい。先ない。
酒じゃ酒持ってくんない。抽選が確かその時期やから、イギリスに今の時期来てる方多いと思うんですけど、あのこれだけは言えます、休日に一人で酒飲み出したら終わりよ。食べた、でもサイズもちょうどいいね、22歳男女がちょうどいいぐらいの、はい、